世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。でっけえヴィラン、通勤時間帯に能力移行講習及び応答辞書、まさに邪悪の根源よ。キャニオンカノン、本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か。人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕らを守ってくれる存在。そしてヒーローの中でも最強を誇るオールマイト。幼い頃から僕は彼の姿に憧れていたんだ。オールマイトのような笑顔で人々を救うヒーローになりたい。没個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。ヒーローを目指すには致命的な無個性。たとえそうだとしても、みんながそう思っていたとしても、
周りの言うことなんて気にするな。グイッと上見て突き進め。この世界では、時として思いがけないことが起こる。ナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは、僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか？個性のない人間でも、あなたみたいになれますか？5年前、敵の襲撃で負った傷だ。私のヒーローとしての活動限界は1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだよ。夢見るのは悪いことじゃない。だが、相応の現実も見なくてはな、少年。助けを求める顔してた。
散ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され無事警察に引き取られたみたいだ。そして僕は帰り道で。少年、レート帝政、そして提案をしに来たんだ。あの場の誰でもない小心者で無個性の君だったから私は残された。トップヒーローの学生時から逸話を残している。彼らの多くの話を記念する。考えるより先に体が動いていたと。君もそうだったんだ。君はヒーローになれる。ヒーローになるために。全力でかかってこい。
緑谷いつくです。Come on.
緑屋に作る。本気で行く。
ージには誕生よろしくな。緑谷いつくです。これからよろしくね。Thank you.